皆さん、こんにちは、こんばんは。シャボニューのお時間です。本日のキャスターは真鍋さんでお送りいたします。梅雨明け間近、シャボテンの夏ももうすぐですな。最初のニュースです。チータラ1歳の誕生日。カピバラのチータラが1歳の誕生日を迎えました。飼育スタッフ力作のアップルケーキでお祝いしましたよ。次のニュースです。ハワイガンの家族。ヒナも大きくなってきたので、バードパラダイスでの生活が始まりました。私からすると見分けがつかないのですが、皆さんはどの子がヒナか分かりますか？寄ってください。はい、明日からも TikTok とか YouTube の生配信を行っていきますので、ぜひ皆さん、まあ、日中なんでこの時間の才能を見る方いると思うんですけど、日中ライブしていますので、ぜひ遊びに見に行ってください。見てください。待ってます。待ってます。次のニュースです。アメリカビーバー熟睡。寝てます、寝てます。私の休日と一緒ですな。次のニュースです。大きいウサギがいる動物園。まずはクロスケのもぐもぐタイム。そして天気の良い日はクロスケと伊藤のラブラブお散歩デート。フレミッシュジャイアントはモフモフですぞ。次のニュースです。ベテランモルモットは渋滞知らず。最近は帰れない特訓でしたが、久々にベテランチームの帰宅映像。止まることを知らない、まさにちょとつ猛進。あーつもる。本日のシャボニュー終了の時間になりました。また来週お会いしましょう。